はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第34弾をお送りします。で、今回ね、この10個の単語やっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。よし、じゃあ1番からいきましょう。まず1番、発音がナイトです。ナイト。で、このナイトって言い方あえてしますけど、これは夜です。夜ね。で、なんでこのナイトって言うかっていうと、まあナイトってピンと、まあ、ゲームすることが多いのかな、ピンとくると。まあナイトってなんか騎士のナイト、戦う人ね、騎士のナイトっていうのがあって、それね、このナイトに K がくっつきます、最初に。これでもナイトなんです。これまあ騎士だね。そう、まあ戦うとか守るというか、まあ、西洋の騎士とかの騎士で、発音全く一緒です。 K が入りますけど、同じくナイトなので、まあね、せっかくなんで音も同じだからね、覚えちゃってください。で、次がオーシャンです。オーシャン、まあ、オーシャンってね、日本語で言う時もありますけど、これが多分ね、これだけ見るとちょっと意味わかんない。太陽とか、まあ大海は漢字を見れば大きな海って書くから分かりやすいかな。まあ本当大きな海です、オーシャン。まあ海ってキーワードでも苦労はしないと思ってますけど、まあ海はシーなんでね、あれなんですが。で、まあオーシャンだけで使うよりも、やっぱよく出てくるのは、どっち書こうかな、片方だけでいいか。じゃあパシフィックの方行こうかね。パシフィックだからこうか。これで The Pacific Oceanって言って、これ太平洋なんです。太平洋。一応書いておこうか。で、もう一個、The Atlantic Ocean ってやると、大西洋。まあ、大きな海ですよね。当然、太平洋、大西洋とか。そういったものに使います。まあ、海って、キーワードでもいいよとこっそり言っちゃいましたけど、まあ、大海って大きな海なんだと、オーシャン、思っておいてください。で、次はランドですね、ランド。で、ランドは、まあ土地とか、まあ陸とか、こういった意味で使います。ランドですね。で、 LA 来るとラってやっぱ行きたくなるので、ここもね、 LA 来るとラって行きたくなるんですが、この AW が O っていう発音でね、使うのでローとなります。これ4番ローです。で、ローはワンピースじゃないよって言ってね、こう突っ込むね、わかんない子の方が多いと思うんで、すいません、言っちゃったけど。まあ、ロー、法律ですね。法律。で、ローはセットで、ここの ER がくっついたバージョンも覚えちゃってください。このローに ER。で、こう ER は人を表すときに使うよって話を前にしましたけど、例えばプレイ。するに ER をつけると、プレイヤー。する人なんで、選手みたいな。そういった風になるんですね。で、これもローやと言って、で、法律の人だから法律家です、これ。もしくは弁護士です。まあ、法律家だけ書いておきますね。これはセットで覚えちゃってください。ローヤーです。で、5番がエンプティ。で、エンプティは空の、まあ、空っぽのってことですね。これがエンプティです。で、6番いきましょう。右上がパブリックね、パブリック。で、これが公共の、まあ、公共の場ってやつです。みんなが使える場ですね。公共のっていう時に使うパブリック。で、次発音がオウンと言います。オウン。で、これはですね、まずこれは確実に覚えてください。自分自身の、まあ、自分のでもいいんですけど、まあ、よく書いてある方で、自分自身のです。で、もう一個、動詞もあって、ちょっとカッコにしとくね。所有する。まあ、持ってるってことですね。で、これはできれば両方覚えてください。で、さっきその ER をくっつけるとね、人を表すっていうの言ったじゃないですか。で、これ、オウンに ER をくっつけると、日本語で言うオーナーになります。まあ、オーナーにあるんだけど、オーナーで、所有する人だから、所有者、オーナー、もオーナーって持ってる人のことを言うからね、日本語でも。まあ、それにつながります。が、所有する人なんで、所有者って意味です。オーナーですね。で、8番がダークです。ダークで、ダークは暗いですね。暗い。ダークで暗い。
で、次が PO でポって行きたくなるんだけど、パです最初。Possible って言います。Possible。で、Possible は、可能な。可能なです。で、まあ、Possible を知ってる人は、どうせあれ言うんでしょって思うと思うんですけど、あれを言うんです。これはですね、最初に IM をくっつけたやつ。ここにね。一応書きましょうか。IM で、同じく Possible。これで impossible と言います。impossible。これは im がくっつくことによって逆になります。possible。こっちが可能なでしょ。だから impossible で不可能なになります。映画が好きな方はね、ミッションインポッシブルって、まあ、あれはインポッシブルって言いますけど、まあ、あれな感じです。あれな感じでおかしいか。あれで使ってるやつだね。possible が可能で、可能なで、impossible が不可能なとなります。これはセットで覚えた方がいいですね。で、最後、長いんですが、読み方が、ここですね、アクセントが VI、ここにいます、この上。まあ、I の上だね。environment って言います。environment みたいな感じ。environment。で、これで、よいしょ。わりかし長文で出てくることが多いイメージがあります。環境問題のね、長文って結構あるんですよね。まあ、環境問題、まあ、なんだっけ温暖化とかさ、そういうのを取り上げるものって結構あるんで、そこで出てきたりします。もちろんね、訳がくっついて書いてあることもありますけど、まあ覚えておいて損はないので、 environment 環境という意味を覚えておいてください。よし、では今回はね、この10個やらせていただきました。よいしょよいしょ。で、まあいつも通りですけども、また次回ね、10個単語ね、ピックアップしてやっていきますので、まあ、もしよかったらね、次回の方もぜひ見てみてください。で、たまにどこまで続けますかっていう質問ね、いただくんですけど、非常に迷ってて。まあ、いつも迷ってると言ってるんだけどね。本当は夏休みきりで終わろうと思ってたんですよ。まあ、夏休みがね、ちょうどみんながこう、まあ、受験勉強とかする時期かなと思ったんですけど、まあ、結構続けてくださいっても言っていただいてるので、ただ、永遠に続けてもね、仕方ないと思うので、まあちょっといい、キリがいいとこまで、ひとまず続けていこうと思っておりますので、まあもしよかったらね、まず次回の方見てみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。